樋口宗隆、樋口宗隆さんは、日本を代表するヘビーメタルバンド、ラウドネスなどでドラムを叩いていました。2008年11月30日に49歳という若さで亡くなっていますが、死因は肝細胞癌でした。若い頃から酒をよく飲み、酔うと暴れてしまう酒乱だったそうです。そんな樋口宗隆さんの妻は浜田麻里さんだった、と言われている件や、家族についてなど、お酒にまるわる話など、お伝えします。樋口宗隆のプロフィール、愛称、樋口庵、本名、樋口宗隆、生年月日、1958年、昭和33年、12月24日。没年月日、2008年、平成20年、11月30日。身長、177センチメートル。出身地、奈良県奈良市。最終学歴、大阪府立藤井寺高等学校卒業。所属事務所、ミュロックソルブレッド。目次、樋口宗隆の妻は浜田麻里だった。あまり知られていない、家族や実家について。若い頃から酒が大好きで、酒乱だった。樋口宗隆の妻は浜田麻里だった。樋口宗隆さんと浜田麻里さんは結婚していた。と話されることがありますが、樋口さんは生涯独身でした。つまり浜田さんは樋口さんの正式な妻ではなかったということですが、実はお二人は若い頃事実婚のような状態だったそうです。いつ頃からお付き合いが始まっていたかは不明ですが、樋口さんは1983年4月にリリースされた浜田さんのデビューアルバム、ルナティックドール、暗殺警告、と、同年12月にリリースされたセカンドアルバム、ロマンティックナイト、炎の誓いをプロデュースしていました。浜田さんはデビュー時は21歳で、その時樋口さんは25歳でしたのでお付き合いがあっても全く不思議ではありません。樋口さんが浜田さんのプロデュースをすることになったきっかけは、お互いの所属事務所の代表同士が兄弟だったため、ヘビーメタルバンドラウドネスに所属していた樋口さんが浜田さんのプロデュースを任された、とのことでした。お二人の関係は長きにわたったそうですが、結婚には至りませんでした。破局した理由は、樋口さんの酒癖の悪さにあったそうです。樋口さんは酒乱と言われていて、浜田さんが暴力を受けることもあり、それが原因で破局を迎えたそうです。樋口さんはお酒の飲みすぎがたたり、2008年に肝細胞癌を患い、同年11月に49歳という若さで亡くなりました。樋口さんの死去から1週間後に開催された浜田麻里デビュー25周年ライブでは、先日、一人の偉大なミュージシャンがこの世を去りました、と悲痛な面持ちでコメントされたそうです。樋口さんは生涯独身でいましたが、2023年現在、浜田さんも結婚することなく独身を貫かれています。あまり知られていない、家族や実家について、樋口宗隆さんのご家族については、一般の方ということもあり、ほとんど知られていません。樋口さんは奈良県奈良市に生まれましたが、その後家族で大阪府に引っ越しています。高校は、大阪府立藤井寺高等学校卒業を卒業しており、その2年下の後輩たちとバンドレイジーを結成し、1977年にシングル、Hey I Love You、デビューしています。ちなみにレイジーのボーカルは、アニソン界のプリンス、として知られる影山博信さんで、ラウドネスとして共に活動したギターの高崎明さんも在籍しています。樋口宗隆さんの弟子で、メディアバイブスのドラマーを務める加藤健さんが、2018年に樋口さんのご実家を訪れた際のことをブログに書いておられます。そこで明かされているご家族の構成ですが、樋口さんの両親とご兄弟、妹さんがいらっしゃるようです。加藤さんは、樋口さんモデルのシンバルが樋口さんのご実家に届いたため、そのシンバルを樋口さんのドラムセットに取り付けるために訪れたそうです。樋口さんのお父さんは、宗隆が叩けへんから叩いて、と言い、加藤さんが叩いて音を聞かせると、ええ音するなぁ、と喜んでおられたそうです。
樋口さんが亡くなった際、自宅で倒れているのを発見したのはご家族でした。辛い思いをされたでしょうが、樋口さんが叩いていたドラムセットを今でもご実家に飾られて、共に過ごしているような気持ちになられているのかもしれませんね。若い頃から酒が大好きで、酒乱だった。樋口宗隆さんは、お酒に酔うと暴力を振るう癖があったそうです。事実婚状態だった歌手の浜田麻里さんとも、酒癖の悪さで破局を迎えてしまったと言われています。若い頃からお酒が好きで、お酒が発端になったトラブルは絶えなかったそうです。レイジーからラウドネスまで、ずっと一緒に過ごしていた高崎明さんは、80年代にも肝臓を痛めていた。その頃から酒を控えていれば肝細胞癌にはならなかったのかもしれない。と語っていました。ですが、こうしていれば、というのは亡くなってから言っても、もうどうにもなりません。ラウドネスのベーシストだった山下正義さんは、家族葬の時にジャック・ダニエルをみんなで樋口さんのご遺体に掛け合ったことを明かし、酒まみれになって喜んでいると思う、と語っていました。49歳という若さで亡くなってしまいましたが、愛するヘビーメタルとお酒で満たされた人生だったのではないでしょうか。